あ、もうそうですね、ちょっと悔しかったね。悔しかったね。弱いですわって自分でボソッとこうね、漏らしてますけど、今回明日のメンバーみたいな、もう先行したいですね。そうですね、そうですかね。また頑張ります、明日から。練習手応えはどうでしたか？まあ、あんま良くないですね。寒いしね。はい、寒いの苦手です。ね、今回も師匠と一緒に決勝乗って、そうですね、2勝あれですね、そうそう、してもらいたいですね。バッテバックだけはされように。そうですね、はい、されますよね、今の状態だったら。まさかね、イメージもいいと思うので、そうですね、はい、練習の悔しかった思いを、はい、頑張ります。存分に、今回ね、気をつけてください、はい。そうそうね、そうそう、負けてられへん、一勝一発目で優勝した、はい、ねえ、で、あの同門の健三も言ってたね、そうね、はい、本当に酒井さんがもう一発目俺が負けたって言って負けたね。酒井さん練習してたんじゃないですか、ずっと。あ、おとつい一緒にして、はい、強かったですね、やっぱり。あ、ね、今年はね、もう決勝進出もまずは、そうなんですよね、頑張りたいです。そうですね、まあ、とりあえず予選は上がっていきたいんですけど、そうですね、みんな同門でしっかりと上がっていけるように、はい、頑張ります。師匠と一緒って何回目くらいですか？2回目ですかね。あ、それ少ない、はい、何回か一緒になってるんですけど、僕が欠場したり、師匠原田さんが欠場したり、なかなか一緒にならなかったですね、うん、まあ、でも今回健三が A 級なんで、引っ張って、ね、うん、ワンツーとかしてもらえたら、うん、そうですね、はい、健三さん、番手まくりされるようにしますって言ってました、ね。まあ、普通にかけたら、ね、できると思うんですけど、まあね、はい、うん、ありがとうございます、はい、でも、はい、ね、決まってるとこみたいですね。そうですね、ね、そうですね、はい、ありがとうございます。すごいですね、恵まれたというか、もう泣くぐらい嬉しかったです。あ、世間がどよめいたじゃないですか、周りも含めて、わーって、そうですね、なんか反響が多分すごかったのではないですか。そうですね、もうでも、まあ順位終わった時に何か知らんけど、あのガッツポーズ出てもうて、恥ずかしながらもう43歳にしていやいやいや、もうなんかね、まあ、すっごい嬉しかったですね、あ、だから。それは嬉しかったって何ですか、やっぱりこう、まあ、病気があって、こう、そうなって、で、まだ、まあ、死ねるようになって、しかも戦えるなんて。そうですね、もうだから、もう、勝手に自分でもう優勝はできることないな、思ってて。いや、けど優勝できたんで、なんかすっごいもう嬉しくて。しかもね、例えば、大病マークの優勝じゃなくて、はい、なんちゅうんですかね、もうほんまにデビューした時ぐらいのなんか初優勝ぐらいのあれ嬉しかったですね。ちょうどあの決勝の日が僕らの四日市ナイターの開催日で、はい、健三さんも走ってて、はい、師匠優勝したんですよ。僕は弱いそうな。いやいやいや、まあでもね、ちょっと去年不幸なことがちょっと立て続けにあったんで、やっぱりなんかまあその分ね、僕の命の恩人の斉藤さんも、あ、そうですね、はい、うん、だったんで、まあ、斉藤さんにね、せっかくもらった命なんで、そうですね、はい、だからもう一回頑張ろうって、はい、確か斉藤さんに教えてもらった時に、ね、はい、行ったとこ言ってましたもんね、はい、だからまあね、僕にできるたらね、まあもう一回頑張るぐらいしか斉藤さんのね、気持ちに応えるのはできへんから、ね、はい、それで、はい、絶対見てくれてましたね。仰天してたんじゃないですか、斉藤さん。おーって。お前、お前、おい言われてると思います。そうですね。まあ、それなんで、まあ、すごい励みというか、はい、はい、いいスタート切れました。はい、今回はね、お弟子さんもいるし、そうそう、そうですね、今回はもう、健三もいてるしね。で、まあ、SK と堀もいてるし。そうですね。そうですね。みんなで決勝上がってね。まあ、そうですね。ちょっと。健三と1回ぐらい走れるように3日間のうちに、ね、明後日あたりね、ちょっとね、でも
一緒やったら芸吐くぐらいしんどいね、多分。言うて。まあ寝られへんじゃんか。まだこれまで実践ではしたことない、ね。そうですね。来週はあるけど、ね、やっぱりね。はい、うん。まあそれなんで。まあでも、3日間楽しんで走りたいと思います。はい。堀さんが健三とのワンツーを磨いたと。もうドキドキしますよ。そうですね。まあ頑張れるよう、はい、頑張ります。期待してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。